アルバトラスです、どうぞ。ヤマン、あれ3年ぐらい前に自分の書いた曲なんだけどさ、久々に聞いたけど長いわ。
こういう祭りが開催され続けて、そういう歴史ももう10年を超えようとしてると思うんだけど、ローカルパーティーと今回の三条みたいに市がちゃんと結びついて連携取って、大人も子供も若者も老人もみんな年寄りも一緒になって何かをローカルで作っていくっていうのは、あの難しい話じゃなくて祭りごとそのものだと思うんで、そのヒートビート組み交わす We are the people, you are the people, ヒートビート一人一人として思う存分に今日もエナジーを発散してください。クリエイターで会ってください。ヤマンパーティーを作ろうぜ。ようこそ。
Thank you.
せて生きていると思うと歌を歌うその場面から愛をもらうこの声はそのそこから来たのさ Yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah 東京はよ浮かぶマシュマロマン膨らんで東京はよ君のマシュマロマン膨らんで来たら君の来たら
本では2年半ぶりのアルバトラス。アドラムス、今日はピストじゃなくて緑だぜ。From Sweden Pink Sessions。
ラコマ祭、はい、この祭りも、まあ、ヒロシとかツヨシとかブラザーがその仲間たちの力が、まあ、日々これバーに集っては好きな音楽を聴き合っては語り合ってきたような仲間たちが、はっと振り返ってみたら意外とこれはもう俺たちは社会を作っているのではないかということに気づき始めた今日この頃、一応僕の計画では日本には市区町村全部で3万人の議員がいるらしいから、そのうちの1万人ぐらいをこういう人たちがやったらいいのにと、この間三宅洋平君がやったことに比べればですね、各町で自分の町の町内会長みたいなものになるようなもんですから、比較的簡単です。あとは俺はだから3年間で、今回応援してもらったから応援したいんだよ、応援させてくれ、今度は俺が応援する番だ、本気で言ってる。もし君が自分の人生計画を横に置いて腹をくくろうと思うなら、いつでも俺の携帯番号にかけてきてくれって坂口恭平さん番号さらしてねえけど、まあ何でも今コンタクト取れる時代だからさ、一応便宜上僕らは一段上に立ってますけど、もう興味そんなの流行らない、みんな同じ目線ですよ。いやまあもうボブマーリーもチェゲバラも生み出しちゃいけないんですよ、一人のおっさんに全部処罰してかわいそう、そら死んでまうわって話して、みんなでやれば軽いですよおみこしは。いや、この国の47都道府県でそう各県に10人ずつでいい、マジで具体的な実践を生き始める男や女がそう各県に10人ずつでいい、その470人でおそらくこの国は変えられるよ。470人のパーティーの中の一人のダンサーは結構でかいんだ、で今日誰がその一人になるかだ、タワレコも入れ番もない地方都市でお客を100人集められるオーガナイザー、そんな街で地球の裏側ダンスの流行りを一人また一人と若手に伝えていくレコードバイヤー、空間としての平穏や平静、そして創造性を提供し続けるいつものカウンターで世界の平和を祈ってるカフェのコーナー、そこへ集ってくるフライヤーはまだ名もなき姿勢のデザイナーたちのコンペティション、さあ路地裏のフィクサーたちが予算にシックを発揮しながらプライドで呼んだ赤字覚悟のイベントのポスター、それぞれの同調同協主張コミュニティを代表あるいは象徴した名前が三千と並ぶ、それそのものがすでに数千枚街にばらかれたアートのピースな試みで、よこの泥にまみれたストリートのうごめきは常にポップスや文化を押し上げる近くの変動なんだ、今日掘りたての自然薯か、あるいは高麗人参か、なんだって新鮮で手つかずの野生のままが一番やばいんだ、そいつは時に奥深い森や高い山へ自分の力で登り詰めないと手に入らない代物で、人によってはその経験によって人生の岐路に立ち、そしてまた旅立つ活力を得る、あたらバビロンが金目当てにそれ扱うとすぐに枯れるぜ、そしてその夜地元の小さな箱に集まった前衛的なお客が、そのアンテナ張ったお客が100人、彼ら100人の消費動向、ライフスタイル、日々の選択と人生のベクトルは地域社会的意味ですでに大きな力だ、1人が年に100万円使ったとして少なく見積もって1億円、多く見積もって3億円を優に超える大きな力、人から人へ縁と縁が取り持つこの不思議な連鎖と共鳴、人から人へこの1円を織りなす、そう1000人くらいか、まだ顔も見知らぬ誰かの人生から流れ出てにじみ出て俺まで届いてきた言葉、大体同じ街のやつだったりするんだ、お前を慰めたその言葉の主はレゲエ、テクノ、ヒップホップ、ロック、その中にもヴィンテージなのや新しいのや激しいのや緩いのや男向けのや女向けのや縦や横やいろんなものがあるんだけど、根底にあるものは一緒だからこんな時代だよ、価値観を超えて一つになろうぜよ。
やめて餓死したドラ。火に身を投げて旅人を救ったウサギ。世界で最初に飛んでみせたゴミを。キャプテンマーク任された彼や彼女。愛し人やし叱り叱られ、そして取り巻き支える100人なん。例えば全国に47,000人。その47,000人の人生を年間に出入りする紙幣の額は少なく見積もって470億円。47万人の消費動向、ライフスタイル、日々の選択と人生のベクトルは優に数人の国会議員を輩出することができる大きな力。ミュージックに寄せてやたら具体的な話をしてますけども、カッコつけてる暇がないのかもしれないね、俺たちのジェネレーションは。やれ戦争だの原発だのって踊らされんの俺はもうごめんだね。命をかけてそれを変えたいね。できれば命はかけたくないけど、だけど祭り事っていうのは命かけるからね、燃えるんだよね。祭りはね、神輿はね、命かけてしてる方から燃えるんだよね。なんか生まれた時から安全に安全にっていうのがインプットされちゃってさ、祭りの時ぐらいもっとバカ外してもいいんじゃないかなと思うわけよ。クリエイティブに行くためにはさ、期待もせず孤独にもならず、皆がいる上での孤独に黄昏れるって昔山人も言ってたけど、ビギもミダリも兄弟姉妹ブラザーシスター、価値観を超えてつなげろってどうしたっしよ。時間があんまりないかもしれないんだ。今日もバスの時間があるらしいから気をつけて。人間の最大のフリーエネルギー、時代の空気、それはまごうことをなき君自身だ。神を見つけに神社の奥深くへ分け入りすると、最後に鏡が置いてある、映るのはやはり君自身だ。寒さも自分次第。それで100年後、1000年後はおるか、10年後の世界がどうあるか、全部君次第。 Everything is up to you. One, you are the one. You are the one. We are the one. You are the one. I and I. You are the one. 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 You are the one.
しんでますか？僕たちも楽しんでます。ありがとう。今陽平がチューニングをしてる。今日そこの、テントの方で CD とアルバトラスも、それこそね、2011年にみんなで集まって沖縄で、撮った、音源 CD アルバトラスも今日ここに持ってきてますので、あと、数少ないレコードもアナログ版とかバイナル版も、作りまして、それも今日そこに数少ないんですけど、持ってきてるので大変ものが中になると思いますが、皆さんお家でもアルバトラス聴いてください。最近なんですか、自分が気持ちよくなろうと思って生きてきたことに気づいたんですね。で、選挙に出るときすごい、いいね、誰かさ、ファイヤーのついたアメリカンスピリットとか俺に差し出してもらっていいかな。ちょっと一服したいわ。でさ、そう、選挙に出るって決めた時に、まあ、山本太郎君を見たのが最後の引き金。思うことはいっぱいあったし、それっぽい活動もしてたけど、ありがとう。子供たちに言いたいのはね、タバコなんか絶対吸わない方がいい。やめらんないだけだから。俺はね、かっこいいと勘違いしたの。カートコバーンが吸ってたから、あれはかっこいいんだと思って、ね、それでね、もうこういう時代だし、太郎くんなんか防弾チョッキ着て演説してるの見て、いやもう地球環境だってもうバカみたいに小4ぐらいの気持ちで言わないと成立しないんですよ。地球環境を守ろうとかって、もうなんか小間違えた大人じみたこと言ってるとそこにたどり着かなくなっちゃうんですよ、ロジックが。だからもう子供みたいな気持ちでもう一回、いや地球を守ろうみたいな。選挙中に普段絶対メールなんかしてこないケイソンが2年ぶりに俺に送ってきたメールが、地球を救ってくれ。そう、どんな重荷やねんって、なんとかマンかみたいな。で、さあ何が起きるのかわからない。国会なんていうブラック企業に勤める羽目になったらさ、音楽が続けられるかもわからない。しかも俺の言うことなすこと、あれは下手したらアルバトラスというバンドだって、そういう色眼鏡で見られ続けかねない。それを判断して決断するときに、いやもうでも太郎君見たときに俺も行くわ、一人より二人がええやろってことで、今もだからそのもう次の三宅洋平を俺は待ち望んでる。それは大なり小なり、国政だろうが地域だろうが。で、自分の人生計画は横に置いて、人生で作れるアルバムが3枚減っても今は日直やらにゃいかんかな、お鉢が回ってきたらという気持ちでさ、決断したはいいものの、一人夜さめざめと泣いたもんだよ。どうなってしまうんだろう俺の人生は、音楽は続けられるんだろうかって。で、なんか出ていろいろ、なんだろうな、まあ嫌がおうにもみんなの役に立ってくれという要求が増えるわけで、自分もそれに頑張って答えようともするし、で自分のやりたいことは横に置いて、自分が気持ちよくなるんじゃなくて、こんにちは、俺の話を聞きに来たんですか。いやまあ、地球代表が来ましたね。地球代表さんがいいですね、頼もしい。俺の言ってることは間違ってないようだ。そう、それで自分のやりたいことを横に置いて、まあありてには世に奉仕する係じゃないですか、政治家というのに期待されるのは。でそれをもう自分のためじゃないことに頑張ってるうちに、それがやりたいことだったかもしれないって思ったんですよ。だから自分が気持ちよくなろうと思ってるうちは本当に気持ちよくならない。
誰かを気持ちよくしてるとき自分は一番気持ちいいんだっていうことに気づくと、多分ね、セックスも上手くなる、選挙もセックスも上手くなる、子供も増える、万々歳です。とにかくとにかくってまとめてどうする、今から曲なのに。ありがとうございます。はい、マイクジャックされつつあるんですけども、バッタに、バッタ先輩に、そういう曲を実はかねてから作ってたもんで、選挙つ、もう何の話してたのか、ダメですね、これ、もう持ってかれましたね、これね、バッタに。じゃあ今からお前は気持ちよくしてやるよ、いいって思ったら飛んでくれよ。You can feel so good to give your love to somebody. You can feel so good when you give your love to somebody. Feel so good. When you can feel so good. When you can feel so good. When you can feel so good.When you can feel so good. When 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 you can feel so good.When you can feel so good. When 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 you can feel so good.When you can feel so good. When you can feel so good. Everybody, when you can feel so good. When you can feel so good. When you can feel so good. Good, 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 good.
feel so good. When you can feel so good. When you can feel so good. When you can, w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 hen you can feel so good. やっぱ腕を3分上げてられる体力を養っていきますので、人間は1日30分歩いてれば一生歩けるらしいです。全然腕関係ねえ。音楽は聴いてるだけよりも作ってる時が音楽なんで。でもラコンサイも刻々と歴史を刻んでいくと思うんですけど、子供たちもいっぱい遊びに来てるし、悪い話もいっぱいあるけど、俺たちはいいことをどんどん伝えていこうね。ほんで、ヒューマンビーングらしく、人間らしく、泥まみれで、はみ出しまくりの漏れまくりで、もう存分に変態として生きてくださいよ。いや、まあ、恥も出ればないんだよ。愛とか言ってる時、大体後で自分は恥ずかしいんだよ。だから恥ずかしがらないで、今は。後でいくらでも恥ずかしがれるから、今は恥ずかしがらないでいいんだよっていう時いっぱいあるからです。ヤマ、よろしく、世の中変えちゃってちょうだいよ。老若男女は手をつないで世の中作っていきましょうよ、ヤマ。When you can feel so good to give your love to somebody.
じゃあ、人生のエンドロールはどんなしがない人生もドラマチック何が言いたいんだよ。祭りがエンドロールだってことですよ。紹介します、実行委員長ヒロシ。ヒロシっていっぱいいそうだけどね。エアマンヒロシニーニーです。ヒロシニーニーだよ。じゃあ何ですか、三条市議会議員選挙に出るということで違うか、ごめん間違えたからね。それはもうずっと僕揺さぶってるんですけどね、この男ね。俺なんかが、いや失礼だって言うんですけど、俺もそう思ったさ、思った、うん、失礼かもしらんと思ったけど、関係ない。だってもっと失礼な話がまかり通ってんの。うん、頑張ろう、地球を救おう、みんなで。もう簡単なんですよ、僕たちに与えられたタクト、地球を救え。その前には原発も戦争ももうちっちゃなタクトですからね。あ、ごめんね、祭りとどんどん離れちゃった ね。じゃあ実行委員長の挨拶を、ヤマン大きな拍手でお迎えください。こんな俺が一言言ってもいいでしょうか。まあ自分は本当人に助けられて、自分の能力なんて何もなくて、頭は悪いし、まあ、隣にいる陽平君みたいになんだ行動力もないしカリスマ性もないんだけれども、俺もちょっと今後腹をくぐっていこうと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ一言だけ、本当皆さん来てくれてありがとうございました。三条落音祭は永久に不滅です。以上、ありがとうございました。祭りは年に1回ですけど、祭りまでの時間はみんなのものですからね。ここから先365日、次の落音祭までパスザマイク、皆さんにありがとうございました。